はい、どうも皆さんこんにちは、ふくるです。今回はマグナムレイズバックルのリボルバーの部分って、まあ、うまく回そうと思っても回らないじゃないですか。こんな風にほら全然回りませんよね。だけどこのリボルバーの部分をめっちゃうまく回す方法を見つけたので、今回はそれを紹介しようと思います。まずマグナムレイズバックルのここに、まあ、トリガーありますよね。トリガーで、まあ、このトリガーを押した状態にこのリボルバーを回すと こんな風にめっちゃうまく回ります。まあ、これはなぜかというと、まあ、後ろ、まあ、このなんか白い部分ありますよね。多分ここに今ロックされてるんですけど、こうやってロック解除されるからです。こうやってこのトリガーの部分を引くと、で、まあ、こんな風に解除されるからです。この状態で回すとこんなうまく回ります。だけど、まあ、ロックこうやって外した状態だったら、まあ、こうやって、まあ、全然うまく回りません。ではこうやって押した時とトリガーを押してない時の飛行をしてみましょう。まずトリガーを押した時、こんな風にめっちゃうまく回ります。トリガーを押してない時全然回りませんね。まあこれが、まあ、飛行です。じゃあ今回の動画はこれで終わろうと思います。じゃあね、バイバイ。